ジャパニーズヨガの夏美です。今日のヨガでも以前紹介した、腸腰筋の働きを滑らかにするというものの、さらにナンバー2という形で進めていきたいと思います。前回の動画で腸腰筋をこう滑らかに使うためのヨガを紹介したんですが、逆さになっていくメソッドが難しいっていうことだったので、逆さにならなくてもできるようなものを紹介していこうと思っています。腸腰筋がどのくらい働いているかというのをビフォーアフターで体を見ていきたいと思います。立ち上がっていきましょう。立ち上がった時に、両足をだいたい、そうですね、腰幅か拳が1個間入るくらいのスペースを空けておきましょう。足の裏をできるだけ左右平行に置いてみてください。でこの状態、足をぐっと上げます。右左と上げて自然に、どこまで上がるかということもそうなんですが、今の足の重さも確認しましょう。右や左で、上がり方、そして重さの感覚に違いがないかです。違いがないか確認します。これによってわかるのが、腸腰筋の働きがスムーズでないと足や他の筋肉ばかり使いやすくなってしまうので、かなり足が重くだるく感じたりします。さあ、では早速始めていきましょう。仰向けに寝転がっていきましょう。コロンと仰向けになったら、まず右の膝を胸の方に向かって引き寄せます。でこの時にもう片方の足は伸ばしたままでもいいんですが、膝を折り曲げた方が腰が楽になるなという場合は膝を立ててしまっても大丈夫です。この時に足の付け根のあたりをぐっと触ってみましょう。親指でもいいですし、手の残りの親指以外の手でもいいので、こう曲げた時に使われているかを確認します。では一旦伸ばします。そして曲げましょう。この足の付け根のあたりの筋肉が動いている感覚がつかめれば OK です。伸ばしたり曲げたり、伸ばしたり曲げたり、この足の曲げ伸ばしで使われるのが腸腰筋なので、自分の意識をそこに向けて曲げ伸ばしです。さあ、少し動きを変えますね。今度はお腹に手を添えたいです。おへそがあったらそのサイド、そうですね、指2本、または2本半ぐらい外側でしょうか。これも大体で大丈夫です。そのあたりを、指の4本ぐらいで押すか、親指で押した方がいいなという方は親指でももちろんですが、お腹をクッと押しながら膝で円を描くように回していきましょう。一度胸に膝を引き寄せて、外側から開いて伸ばす、そしてまた引き寄せる、膝を外、伸ばして引き寄せる。では逆回転しましょう。伸ばして、今度外側から開いて内側、伸ばして開いて、ではゆっくり動きを止めて解放して足をチェンジしていきます。また同じように今度左足の付け根のあたりぐっと掴みましょう。ちょうど腰骨から内側のあたりですかね、足の付け根、リンパ節なんかがある付近でも大丈夫です。ではそこを意識して掴んだまま膝を引き寄せて伸ばす、繰り返しましょう。自分の体に意識を向けて、今使っているこの筋肉ですね、少しこう筋肉がもりっと盛り上がったり、なんとなく動いている感覚が確認できればいいです。さあ、変えていきます。今度はまたおへそから指2本から3本ぐらい外側のところ、お腹をクッと押しながら、膝で円を描きますね。膝を一度外側に開いて、足をまっすぐ伸ばす、また膝を胸に引き寄せてから外側からぐるりと回して伸ばす、繰り返しです。両手で押した方がこう負荷がかかって気持ちいいなという場合は両手で押してしまってもいいです。これはなんとなくでもいいので、この腹圧を作りながら回すというイメージです。
圧をかけながらですかね。ごめんなさい。では逆回転しましょう。膝を伸ばして、今度は外から開いて中心に寄せる。伸ばして、外から内側、同じように。あと一度ぐらいでしょうか。戻ってきたら OK。 解放して膝を抱え、ゆらゆらとします。さあ、腰から背中側をほぐした後はゴロッと横に倒れて、ゆっくり上体を起こしていきましょう。さあ、次は長座の姿勢になっていきます。長座になった時に背中がこう丸まって、苦しいという場合は膝を折り曲げて大丈夫です。で、大事なのはこの骨盤を起こすという動作なので、膝は曲がっていてもいいので、自分の骨盤が床から垂直ぐらいに起きているなというのを実感していきましょう。でですね、また同じでこの足の付け根に手を添えます。骨盤を起こそうとするとこの辺りがこうしっかり使われている感じがすると思うので、触ってみるとモリッと筋肉が出ていると思います。で、まっすぐ伸ばせる方は足伸ばしたいんですが、先ほどお話ししたように膝を曲げないと骨盤起きないよという方はこれで大丈夫です。さあ、では足の付け根を意識したままお尻歩きです。こんな感じで足の付け根からお尻をグッと出すような感じですね。で、前まで行ったら今度後ろに下がります。またこの足の付け根を引き入れながら、手で触っているのでこの筋肉の動きがより分かると思います。ちょっと膝を曲げながらだといびつな動きにはなってしまうかもしれないんですが、この筋肉が使えていれば OK。 足を伸ばせる方はもちろん伸ばしたままでいいので、この付け根という形で使っているところを認識しましょう。背骨は上に引っ張って長い状態のままがいいです。さあ、次に後ろに下がってきたら解放しましょう。一旦パタパタと膝裏をバウンドするようにします。そしてつま先は外、内、外、内、揺らしてしまってもいいです。さあ、ではチェックをしていきましょう。足上げです。足をだいたい腰幅程度に開いて、つま先正面まっすぐです。さあ、足上げです。どうでしょう？私はすごく軽い、スムーズです。皆さんはどうですか？さあ、ここまで来てなんとなく変化が感じられたら、次にまたエクササイズというか、もう少し強化していくというものを紹介していこうと思います。あんまり効果を感じなかったっていう方もぜひトライしてみてください。さあ、では腸腰筋の働きをさらに高めていくというものをしていきたいと思います。まず四つ這いから始めていきましょう。肩の真下に手のひらをパーでついていきます。股関節の真下、膝をついていきましょう。肩幅、腰幅の、手と足の幅です。つま先を立てて、お尻を高く持ち上げて下を向いた犬のポーズ。この時点で苦しいなという場合は足踏みをしていきましょう。かかとの上げ下げをして、少しずつふくらはぎ側を伸ばしていきます。しんどいなという場合、かかとを浮かしてもいいですし、膝を曲げていいので、その分なるべく手で床をして、このお尻までの高い位置がまっすぐになるように意識しましょう。まだ余裕を感じている場合は、足の裏側、膝裏を伸ばしたり、かかとを地面に下ろすようにしていきます。ダウンワードドッグ。さあ、ここからまず右足を上げていきます。辛ければストップですが、上げられるという場合はさらに高く引き伸ばして膝を軽く曲げます。ではそこから今度膝を胸に引き寄せましょう。そうしてこの足を手と手の間、つま先をちょこんとつきます。かかとからドシンと行きやすい方はストップ。さあ、もう一度引きましょう。足を上げて、余裕があれば膝を曲げ、今度膝を胸に引き寄せて
ギリギリまでキープ。つま先をちょこんとついたら、もう一度戻ります。さあ、地味なんですが、これかなりきついです。次は左足を上げて、余裕があれば膝を曲げて、この膝をゆっくり胸に引き寄せます。このままホールド、そこから少しずつつま先を手と手の間、つま先ついたらもう一度後ろに引いて、高く上げて、膝を曲げて胸に引き寄せます。そこから足を前に運び、つま先が床についたらもう一度後ろに引きましょう。さあ最後、ダウンワードドッグです。足幅を腰幅程度に整えます。このギリギリまで胸に膝を引き寄せるという動きがすごくしんどいんですが、かなり強くしてくれます。OK、では、両膝下ろしましょう。はぁ、一呼吸。足の甲を寝かせて、チャイルドポーズでお休み。ゆらゆらと腰回りを揺らして、おでこを床につくか、肘をついて首の力を抜くか、お好きな方を選びましょう。鼻から吸って、一息、では両手を寄せながら、ゆっくり頭が最後になるよう上体を起こします。肩周りリセットしましょう。さあ、今日は腸腰筋の働きを滑らかにするその2というのをお送りしてみました。もっと鍛えたいという方はこれを2倍ぐらいやってみるといいかもしれません。またリクエストがあればコメント欄に残しておいていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。